妻は、朝倉正影の娘、近藤輝秀の父とされる。近藤では守る女味とも、綱州の近藤氏の出自及び活動開始時期については不明。北条氏康の三男、北条氏輝に仕え、一説には氏輝が滝山城主になった際に付けられた家臣とされており、綱州は天正元年に、 現在の八王子市官町に、清志戦事場を創建しているため、少なくともその頃から活動していた家臣であろう。また、綱の一時は、宇治安の父、北条宇治綱から与えられた可能性があり、その代からの家臣とも考えられる。宇治テルが、下屋国小山を掌握した際に、榎本城を任され、天正十一年から所領当て行や、 治領寄進などを行い、江の元領の統治に当たった。津州に与えられた権限は大きかったようで、天覆という独自の印番の使用も許可されていた。また、東北の伊達鹿神の片倉市との交渉に当たるなど、外交面での活動も見られる。天正年間、五霊神社を八王子市間町に勧進した。鎌倉影政湖を祀っている。天正18年、 豊臣氏による小田原征伐の際に江ノ本城に守備兵を残し八王子城に籠城するの落城の際に戦死した。ありがとうございます。